広島空港から ANA の飛行機でわずか2時間、青い海が広がる南の楽園沖縄の旅後編。前回は名物市場で超新鮮な沖縄の魚を使った沖縄グルメに、リゾートホテルでイルカと夢の体験、豪華鉄板焼きに大満足、そしてさあ沖縄の旅後編。イエーイ。どこに行くか分かりますか？いや、分かんない。フェリーに今乗っていますが、赤島という島に行きます。透明な海が広がってるで噂なんですよ。いや、楽しみ。今日のいっとこは、滞在時間4時間で弾丸離島の旅。まるでプライベートビーチ、冬でもウミガメと一緒に泳げちゃう。わざわざ行きたい離島のレストランで絶品イタリアン、さらにお土産にぴったりの守り神シーサーを手作り体験。大迫力の飛行機が目の前に、整備工場へ潜入。うわー、すごい、こんなに近くに飛行機がいる。冬の沖縄へ行っとこ。那覇にある泊港から西へおよそ40キロの位置にある離島赤島は、人口わずか250人の小さな島。国立公園ケラマ諸島の一つで、ケラマブルーと称される海が広がり、超穴場スポットとして今大注目の島なんです。帰りの便までわずか4時間、一体何が体験できるの？赤島に到着しました。いや、気持ちいいですね。沖縄の島に来たなって、ついてすぐ分かる雰囲気だね。移動手段がですね、はい、自転車なんですよ。島といえば自転車。ある意外なレストランがあるそうなので、もう4時間しかね滞在できないので。本当よ、急がんと。さあ、早速行きますよ。行こう。レンタサイクル、レンタサイクル、レッツゴー。意外にめちゃめちゃちゃんとした最新鋭の自転車でびっくりね。え、ギアもついてるって。行ってきます。自転車で20分かけてゲルマ島へ向かいます。まずは絶景を楽しめる赤尾橋を渡りますよ。橋の上は海風が気持ちいい。そこまで見えますよ。透き通ってるじゃん。橋の下には世界が恋するケラマブルーが。気持ちいい。それにしても八幡アナウンサーは元気いっぱい、中原リポーターは慣れない自転車に乗ってクタクタです。こちらがわざわざ行きたい離島のレストラン、ゲルマニオン。こんにちは。おしゃれ。シェフ、いいお店ですね。ありがとうございます。どんなお店なんですか？自家栽培の野菜と島の魚介を使った料理をお出しするお店です。地元のものにこだわってやってます。島の食材をふんだんに使った、ここでしか食べられない料理です。すごい豪華でおしゃれだね。めっちゃめっちゃ彩り豊か。もう自家栽培の野菜と、こっちゲルマ島で釣ってきたお魚を使った前菜ね。シェフが釣られた魚ですか？そうですね、今日のお魚は。海が近くなんでお魚私いただきたいんですが、このお魚何ですか？ミーバイって旗の仲間ですね。お魚自体もあっさりしてますけど、すごいコリコリして美味しいですね。甘みもあってすごい美味しいです。そして島だこのラグーソースパスタ、ちょっと取りすぎちゃった、このラグーソースがめちゃめちゃ濃厚。肉肉しさとこの野菜の新鮮さ、美味しいです。実は前田シェフ、大阪から思い立って島に移住し、
11年前にお店をオープン。趣味で釣った魚や島の野菜を使った繊細な料理はまさに芸術。南国らしさをお皿の上に感じることができます。シェフが釣った沖縄の魚ミーバイも甘みが深い。すごい美味しい。もうしっかりコクありますね。味が濃い。このお魚もどの食材食べても新しい発見があって、うん、幸せですね。やっぱここまで20分、うん、恋できた回ありますね。ね、ほんと。グルメを堪能し残り2時間自転車で赤島へ戻って、お次はマリンスポーツです。赤島で最も美しいと言われるビーチへ。海、今日は何をするんですか？シュノーケルをしたいと思います。シュノーケル、綺麗な熱帯魚がもう群れてるので、そこを行きたいなと。じゃあ早速、じゃあ早速、行きましょう。今日もレッツゴー。お願いします。お願いします。シュノーケリングに出発。運が良ければウミガメにも出会えるそうですよ。これが世界が恋するケラマブルー。たくさんの熱帯魚が出迎えてくれました。気分はまるで乙姫様。どうですか？今回は時間が短くてウミガメには出会えなかったんですが、高い確率で見ることができるそうです。ちなみにスキューバダイビングも体験できるんですが、こんな美しい海が目の前に広がるんですよ。冬の沖縄旅後編、旅のお土産をと向かったのは八千文通り。この地におよそ300年伝わる窯元生桃園へ。こんにちは、お邪魔します。よろしくお願いします。やちむんってどういう意味なんですか？はい、やちむんというのは沖縄で焼き物を表していまして、陶芸のものということになっております。沖縄ならではの陶芸を体験できるこちらで、伝統の守り神シーサーを手作りします。形を最初作っていただいて、最後に線を描いたり目を入れたりしていきますので。一人一人の個性って出るものですか？顔とか形とかもそうですけれども出てきます。丁寧に教えてもらいながら作り続けること30分、ベースとなる体の部分が出来上がりました。パーツつけました。かっこよさも出したくて、ゴツゴツした感じ。八幡ちゃんは？特徴はちゃん尻尾渦巻いてみました。犬をイメージして、うん、かわいい。ここから竹串で表情を入れて、世界で一つの作品にしていきます。名付けて、うん、服着たるゴーアップシーサーです。おー、ぐる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 、気になる気になる。水曜日担当してるコーナー、気になるをひげに書いてみました。おお、いいとこで気になるのコーナーを言うっていうところがもう岬ワールド全開。私もやっぱりゴーアップ色を出したくて、線はすべて5本入れましたし、おで後ろにはゴーアップ沖縄って書きました。とここで困ったことが。しっかり乾燥させてから焼き上げていくので、長いと2ヶ月半ぐらいお時間をいただくこともあります。オンエアも間に合わない。そうですね、ちょっとまだここにシーサーはいたいということなので。さあ、はい、出来上がりはインスタでアップしたいと思います。おー、そうしよう、そうしよう。沖縄の旅、最後は那覇空港へ。
実はこちらで超貴重な体験ができるんです。うわー、なにここ。あー、きれい。ねえ、やはたちゃん、飛行機。あ、飛行機。この中に飛行機入ってるじゃん。飛行機のお部屋。 MRO ジャパン格納庫見学ツアー。国内で格納庫を見学できるのは那覇と羽田の2カ所だけなんです。大型機1台、小型機を最大3台収容できる広大な格納庫で、通常では立ち入れない那覇空港の制限エリア内を見学することができる、とっても貴重な体験ツアーなんです。なんか飛行機が小さく見えますよね。部屋が大きいから。そうそうそう、近くまで来たら飛行機のあの中、なんか骨組みみたいなのが見えますよ、はい、魚の骨みたいな。あんまり中見ることないですよね。ここで一体どんな整備をするのか、整備士さんにお聞きしました。この機体が止まっているやつはドック整備って言って、だいたい2年とか定期的に格納庫に入れて、それぞれ分解していって、飛行機の車検みたいに考えてもらったらいいかもしれない。だからこうやって安心していつも私たちが乗れるわけですね。さらに飛行機の近くへ。うわすごい、こんなに近くに飛行機がいる。本当ですね、迫力が違う。かっこいい。飛行機に対して初めてかっこいいって思っちゃった。飛行機のお花のところ、先っぽのところがパカッと取れた状態になってるんですが、うんうん、飛行機のお花はレドームっていう名前がついていて、うん、あの白い円盤は何の役割があると思いますか。皆さんわかります。人間っていうと鼻水垂れないように抑える。そうですね、お鼻の先についてます。開けたり閉めたりしてバランスをとっている。実はあの円盤が雲を感知する気象レーダーという風になってます。飛行機って雲の中を飛んでいると揺れてしまうので、パイロットの人はあっちのレーダーから雲がどこにあるのかっていうのを情報をもらって、あの通る道を選んでるそうです。すごい。飛行機の整備道具も見せてもらいますよ。とてもインパクトのある大きくて重たそう。これ実際に整備士さんが使ってるコンビネーションレンチっていう道具になります。こんな大きいネジを人の手で締めてるんですか。はい、これだと一人で締めるそうです。これ回すなんて、はい、もう3回やっただけで筋トレ。普段は見られない整備を間近で見られるのは本当に貴重な経験です。料理に自然に、沖縄を遊び尽くし大満足。冬の沖縄もおすすめです。